皆さんお元気でしょうか？スージーと申します。神回だー！もう高木さん6話、神回オブ神回でした。マジで神回だ。神回すぎた。いやもう5話がね、めちゃくちゃ神回だったんだけど、まさかそれを上回ってくるとは、しかも軽く上回ってくるとは思わなかったよ、本当に。もうマジで最終回とも思わせるような神回。もう早速、今回の感想に参りましょう。というわけで、からかい上手の高木さん3期6話は、なんと前編オリジナルエピソード文化祭でした。いやーついに来ました文化祭本番。前回5話での役決めだったりとか、高木さんと西方の演技のね練習の約束だったりと、本番への期待は高まるばかりでしたが、いやーついに6話本番ですよ。前編オリジナルエピソードで言うと、2期7話の林間学校だったりとか、2期最終話の夏祭りだったりとか、もう学校生活をね彩る一大イベントばっかりなんですが、そして今回の文化祭ですよ。もう期待しない方がね無理って話です。さあ開始1秒タイトルロゴがドーン。もうこれはね神回確定演出。こんな入りで神回じゃないわけないじゃん。今回クラスメイト総力戦です。もう最初に言っておきましょう、神回です。本当に本当に最高の神回です。覚悟していきましょう。さあ最初の場面シーンは文化祭前日から始まります。もういきなりですよ、大原優子さんのまっすぐ、主題歌のラララバージョンですね。いやーまさかのアレンジ。もうこの話のためだけにリアレンジされた演奏と、大原さんの歌声がね、とっても軽快で、文化祭前日の準備の楽しさとか、ワクワク感とかをね、醸し出していました。大原優子さんの歌声はもちろんなんですが、編曲をしてらっしゃるのが吉田実さんなんですけども、まあこの方の高木さん愛はね、もう相当なもんなんで、高木さんの雰囲気にね、ドンピシャのね、アレンジでした。まあいきなり脱線するんですけど、高木さん関連の曲で、吉田実さんが編曲された曲っていうのが結構多いんですね。その中でも一期最終回の出会った頃のようにの編曲も吉田実さんが担当されてて、この曲の感想で言わないけどねのフレーズがね挿入されてるんですけど、これもね吉田さんの、まあ、ある種視聴者へのからかいみたいな、もうこの神アレンジにもうねからかわれた視聴者は大量発生だったんじゃないかと思います。僕もねからかわれすぎてねめちゃくちゃ泣きました。めちゃくちゃ感動した。もうさながら吉田さんめーって感じですね。さあさでは本編です。入り口のバルーンアートのね文化祭ってのがおしゃれですね。小豆島の名産のねオリーブを模した装飾もね凝ってます。シーンは高木さんクラスの出し物の演劇の練習場面に行くんですが、冒頭いきなりの伏線回収ですよ。豚王子演じる木村がセリフで、頭にイガグリが落ちた時僕の心にも君がズキュンと刺さってしまったブーってねセリフがあるんですけど、ここ3期1話の西方の夢の内容そのままですよ。今回6話の脚本を担当されたのが1話と同じ福田博子さんなんですよね。なんで1話の時点でちょっと伏線が張られていたのかなーって。だってこのセリフを西方に当てはめたらさ、夢の中で西方の頭に高木さんイガグリが落ちた時てんてんてんってならない？ってことは西方の心にも高木さんがズキュンと刺さってしまったブーみたいな。いやね、まああくまでも妄想ですけど、こういうの考えていくとね、なんかさらに物語がね楽しめるような気がします。まあ一方後ろの方で北条さんが衣装合わせをしてるんですけど、この白魔法使いの北条さん可愛すぎやしませんかね。いや美人すぎませんかね。めっちゃ妖精やん。いやこれはね癒される。これはねめちゃくちゃ回復魔法使えそう。めっちゃベホマ使えそう。もうミナちゃんの衣装センスも素晴らしいよね。そして犬猿キジのお供が登場するんですけど、このスミレちゃんのキジ可愛すぎない？やばくない？ちょっとえぐくない？ちょっと。いや前回コスプレしてくれたらいいなみたいな話はしたと思うんですけど、もうこのコスプレはねちょっと可愛すぎてやばい。もうノリノリのねスミレちゃんがこれ翼をバサーッと広げてキジみたいな感じで言ってんのね、もうね、いやスミレちゃんらしくていいよね。もうきびだんご全部あげちゃうわ。マジ天使やわ。いやもうこのスミレちゃんが見れただけでもね十分収穫のある話。そして柴崎くんのね犬がね超可愛いです。うん、飼いたい。まあ、そしてね我らが西方ですよ。きびだんご王子西方。何この衣装、どういうことなの？一人できびだんご ABCD 全部担当しちゃってんの？なんかフォルムがいいよね。ゆるキャラにいそう。さあそしてそして、いや大本命ですよ、我らが高木姫の登場ですよ。やばくない？ちょっとこれはちょっとね。可愛すぎて、いや美しすぎて、いやもう可愛い、美人、可憐、清純、そうそう、もう天下です、天下。やばい、これはもう絶世の美女、この世の美の集大成。いやもうねうなるぐらいの可愛さ、美人さ、いや本当に高木さんを生み出してくれて本当にありがとうございます。
この青を基調にした美麗なねプリンセスドレスっていうのがなんかもうディズニーみたいですね。ディズニープリンセスみたいなね、首に輝くチョーカーとか、この耳を飾る青い光を放つイヤリングとか、もう高木さんの美しさを引き立ててますね。もうまさにお姫様で、軽く調べてみたんですけど、多分衣装的にシンデレラをモチーフにしてるんでしょうね。この青いドレスとか、その装飾とかがすごい一緒で、まあ、まさしくお姫様ですね。プリンセスです。プリンセス高木さんですね。このセンターで分けたね、美しいロングヘア、もうこの衣装がドンピシャですね。本当にお姫様をイメージにした、まさに高木さんをイメージした配役っていうのがね、もうドンピシャに合ってます。いつもね、長い髪で隠れてる、この片耳が出てるのもね、なんだかね、艶やかですね。艶やかですね、すごく。いや、まさにね、姫ですよ。もう、キングオブ姫。いや、違うな。クイーンオブ姫ですね。クイーンオブクイーン。そうそうそう。この衣装もミナちゃんが作ったと思ったら、ミナちゃんの裁縫能力、マジで神やね。もう将来その道で生きていけるわ。高木さんの美しさに思わずハッとする西方。いや、これはね、もうどうあがいても見とれてしまいますよ。もう同性であるゆかりちゃんもね、思わずヒューってね、煽ってしまう美しさ。で、高木さんの演技がね、なんかいいですよね、すごく。可愛い。もうめちゃくちゃ上手いってわけじゃないんだよね、多分。中学生っぽい。でもすごい、ね、演技の上手い中学生っぽい感じ。で、プロとはまではいかないけど、みたいな。そういう微妙なさじ加減というか、あえてこういう演技をしてるんだろうなって思って、この中学生っぽさが混ざり合ってのがね、なんか余計可愛く見えました。まあ一方ね、西方はね、もう緊張でカチンコチンにね、固まってるわけですけども、ガチガチですよ、ガチガチ。まあでもこんな可愛い高木さんをね、目の前にしたらそれは緊張しますよ。そしてここでアイキャッチ。アイキャッチは山本総一郎先生書き下ろしの文化祭ですね。この王子と一字違いのね、西方団子と高木姫のツーショット。このね、オフショット感があっていいですね。タイトルコールがクラスメイト全員なのもね、非常にいいです。いや、とても賑やかな感じがして、文化祭って感じがしますね。クラスメイトにね、差し入れを買ってきてくれる田辺先生はね、めっちゃいい先生ですよ、ほんと。締めるところはしっかりと締めますけど、やっぱ生徒思いの優しい先生ですね。まあ見た目はね、あれですけど。まあみなちゃんも言ってるんですけど、放課後にね、遅くまで残るのってなんか、妙にワクワクしますよね。わかります、すごく。青春って感じがしますね。で、みんながね、ワイワイしながら差し入れのパンとかね、頬張ってるんですけど、その中、ゆかり監督だけはね、もう真面目に台本チェックに余念がありません。いや、僕もね、演劇部やったんで昔。いやね、わかりみしかないですね。めちゃくちゃ緊張するのよ、こういうの。準備をしながらマヌちゃんを送っていく約束をする中井くん。いやー、さすが中井くんはね、できる男ですよ。まあ、3期は現状、このカップルはあんま登場してないんですけども、おそらくね、別の原作エピソードでフィーチャーされた話があるんで、そちらの方が登場したら大活躍するんじゃないでしょうかって感じですね。後半に期待したいです。そしてここですよ。みんながね、帰り支度をする中、西方高木さんに声をかけるわけですね。この後、時間ある?って。いや、これは完全にフラグ立っちゃいましたよ。さらに屋上に来てほしいっていう西方に高木さんは目を丸くします。もう高木さんはね、何かを察したかのように一足先に教室をね、後にします。いやー、もう完全に男西方、ここは一世一代の決心をしたかってね、思えるようなシーンなんですが、まあそんなわけはありません。純粋にね、西方は高木さんに劇の練習に付き合ってもらう気満々です。目的を言い忘れるあたりも西方らしいですね。そして場面は変わってこちらは北条さん&浜口ペア。今更ですが、北条さんはね、高木さんと同じ2組ですが、浜口は3組で別のクラスなんですね。北条さんの声はね、やっぱ他のクラスメートの子と違って、一線を画した大人びた声をしてますね。なんか息の使い方もすごい大人っぽくて、他の男子からモテるのもね、うなずけますね、これは。原作ではね、この二人幼馴染なんですよね。で、大人っぽい北条さんも、浜口と一緒にいると、なんか普段のクラスでの顔とはね、ちょっと違った一面が垣間見えますね。まあ、とても楽しそうなやりとりが、すごくね、微笑ましいです。顔出してあげようかっていうね、北条さん。いやー、てっきりね、浜口はね、危機としてね、了承するかと思いきや、断ります。北条さんが大人っぽいから、なんかあんまり子供っぽいと思われまいとする思春期男子なりの抵抗なのかなとか思ったりとかしました。まあ理由はね、別にありましたけど。で、北条さんもね、意外だったらしくて、いつものクールな顔から想像もできないような、なんか、ふてくされた感じ。いやーなんかね、ギャップがあっていいですね。北条さんもちゃんと中学生女子なんだなーってね、感じるシーンでした。いやーほんとね、この北条さんの顔がね、可愛らしい。そして場面は変わって、高木さんと劇の練習をするために、意気揚々と屋上へ向かう西方。近くにいた女子が文化祭で好きな人に告白するっていう話を耳にして、西方くんはね、重大なことに気づきます。あれ?高木さんに劇の練習付き合ってって言ってなくない?って。文化祭、夕暮れ、人気のない屋上、何も起きないはずがなく。高木さんに勘違いさせてるかもって顔を赤くする西方。
いやでもね、勘違いじゃなくてもいいんですよ。高木さんもね、言ってましたよ。勘違いじゃなくすればいいんだって。ねえ、西方、もうここはね、決意しようぜ。まあ、西方なりにごまかす算段を立てて屋上へ向かいます。屋上に着いた西方の瞳に映るのは、赤い夕日を背景に立つ高木さん。いやー、なんかね、すごく美しいですね。ね、そんな高木さんに思わず、胸が高鳴る西方。いやもうこんなのどうあがいたって、恋じゃないですか。で、普段だったらここでね、エモい BGM をね、流して、すごい雰囲気を盛り上げると思うんですけど、まあ、あえてこの BGM にしてるところがね、もうすでになんかネタバラシな感じがします。ここはね、間違いなく一つの山場であると思うんですけど、これね、6話の終わりじゃないんですよね。まだまだこの先があるから、ちょっと一旦引いてのこの BGM にしたのかな、こういう演出にしたのかなって気がしました。これが6話のオチだったら絶対にエモい BGM 使ってると思うんですけど、そうじゃないあたりがなんか高木さんって作品らしいなって感じました。まあ、高木さんの表情がいいっていうのはもう散々言ってるんですけど、この夕日に照らされた西方の横顔めちゃくちゃ良くないですか？なんかめっちゃ綺麗で、めっちゃ好きなんですよね。で、言葉を投げようとする西方に、高木さんはね、一瞬ハッとします。で、その後私が先に言うねって告げた高木さんは西方にどんどん近づいていきます。と、高木さんはね、もう可愛い。もう、ど正面から可愛い。いや、もう直球で可愛い。こんな可愛い子にさ、正面からじーっと見つめられたら、そりゃ顔赤くなるわ。照れないわけないよ。そして告白されるかもって慌てふためく西方。そんな西方にね、西方と一緒に劇の練習したいなって告げる高木さんですよ。もう西方のことやったら何でもお見通しだからさ、西方が何のために屋上に呼び出したかもね、すべてお見通しですね。で、ここの高木さんもね、すごく優しいと思うんですよね、僕。もうさっきの練習でもそうでしたけど、高木さんね、絶対演技完璧だと思うんですよ。でもさっきの西方のガチガチな感じ、ちょっと緊張してる感じを見て、あえて自ら練習してほしいって西方に言ったんじゃないかな。西方が自然とね、練習できるように持っていったのかなと思いました。まあもちろん、前回5話の西方と一緒に練習をするってね、約束をね、果たすためだとも思いますけど、高木さんこういうところもやっぱ気遣いができるというか優しいなって感じました。で、この後緊張しちゃってね、高木さん言うんですけど、ここってさ、冷静に考えたらさ、西方が一体何に緊張してるかを高木さんも理解してるってことですよね。ってことはさ、ここから高木さんが自ら告白したらさ、未来変わってるかもしんないじゃん。だって西方がそう勘違いしてたらさ、もう、それはもう事実に変わるってことなんじゃないの？いや、まあ何言ってるかちょっとわかんないんですけど。やっぱ高木さんとしては、やっぱり西方の言葉を待ってるのかなって。で、この後、一瞬期待しちゃったってね、漏らす高木さんの横顔なんですけど、でもここ、そんな寂しさは感じられないですよね。むしろそれすら、からかいに消化させるような。なんかね、意図してないとはいえ、西方が高木さんをなんかある種からかった感じになったのかなとか思いました。やっぱ最初、西方から声かけられた時は、高木さんめちゃくちゃ嬉しそうだったし、多分高木さんとしても、西方からその言葉をもらえるのをね、ずっと期待しながら待ってるんじゃないかなと思いました。だからここで、あえて突っ込んでいかずに、自ら告白することはせず、西方からの言葉を待ってるんじゃないかなって。まあそんな高木さんがなんかめちゃくちゃ愛おしく感じます。まあなんか長々と言いましたけど、もう要するにね、ここの高木さんがめちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ愛おしいってことが言いたかったんです。そういうことです。ちなみにこのシーンは本来原作16巻の校舎裏の話をねモチーフにしてるんですね。校舎裏で西方が高木さんを呼び出すって話なんですけど、これをね屋上に改変してます。屋上に改変したことによって屋上からの夕焼けのこの鮮やかさで文化祭前日の高揚感を感じられる、すごいいい改変だなって、神改変だなって感じました。いや、ここら辺も構成がすごくうまいですよね。で、個人的に一番気になったのは高木さんがどのタイミングで告白じゃないかって気づいたか。まあ、高木さん自身が言ってましたけど、最初は一瞬期待してたんですよね。この高木さんが気づいたタイミングによっても、なんかセリフ一つ一つがなんか変わってくるんじゃないかなって思います。僕は屋上で西方が俺の後に高木さんがハッとしたこの瞬間、高木さんが告白じゃないって気づいたのかなとかね、思いました。まあまあ一つの意見ですが。こういうのをね、考えるのがね、楽しいんですよ、高木さんって作品は。文化祭前日からキュンキュンするようなシーンの連続でした。さあ、そして迎えた文化祭当日です。校舎の中庭で屋台とかステージとかがいろいろ映し出されるシーンなんですけども、ここ3期放送前の高木さん振り返り文化祭ではしゃぐ西方とその後ろをね、歩く高木さんのところですよね。楽しそうな雰囲気がね、すごくね、伝わってきます。そして校舎内の壁新聞社コーナーなんですけど、ここまさしく高木さんの舞台である小豆島、都の省庁のね、写真がふんだんに使われてますね。
右側には高木さんと西方が一緒に勉強した図書館とか、夏祭りがあった富岡八幡神社からの風景とか、一方左側には土淵海峡とか西光寺とか、オープニングで高木さんと西方が手をつないで渡ってるエンジェルロードとかがね、描かれていますね。いや、皆さんも聖地巡礼の際にはぜひ訪れてみてください。とってもいいところですよ。賑やかな校舎をずんずんとね、息をようと歩く西方、その足が向かったのはお化け屋敷。いやー、5話の時にね、他のクラスがやるって黒板に書いてあったんですけど、その伏線がしっかりと回収されてますね。これは一緒にお化け屋敷に入って高木さんとキャッキャを夫婦する展開かなーとか思いきや、まあやっぱりここでもね、からかい勝負になるわけですよ。もうさすがは西方、一筋縄ではいかないですね。高木さんに勝つために怖くないわけでもなくもなくもなくもないお化け屋敷に10回も入って予習しようとする西方はね、ある意味真面目ですね、ほんと。この高木さんお化け屋敷に誘導する西方の構図、これ振り返り文化祭と同じ構図ですよね。もう多分このシーン使ったのかな。そんでもってお化け屋敷で動けなくなる脳内高木さんがね、やっぱり可愛すぎる。ほんと西方の脳内高木さんどんだけ可愛いんだよ。そんな西方の背後からね、ひょこっと顔を出す高木さん、ここのさ、顔だけ出す高木さん超可愛くない？顔だけ高木さん、なんか珍しいアングルだからか、いつもと違う印象を受けますね。なんかもっと高木さんチックな感じがする。お化け屋敷 RTA を提案する西方、でも高木さんなんか若干不服そうな声色ですね。まあそのまま了承しますが、さあ先行は高木選手ですよ。スタートと同時にダッシュでお化け屋敷に入場します。スタートダッシュ成功ですね。高木さんが襲われる妄想して身を震わせる西方、いや襲われる高木さんも可愛いですね。そんな西方の心配をよそに、即ゴールからね、ピョンって飛び出してくる高木さん、ゴールって言いながらね、飛び出してくるのがね、超可愛いんですけど、お化け屋敷のテンションじゃないんですけど、ここテンション高い高木さんが出てきていいですね。テンション高い高木さんめっちゃ好きなんですよね。もう超可愛い。高木選手の記録は43秒、これはもう世界新記録ですね。さあ西方選手勝てるのか。で、負けじとお化け屋敷に飛び込む西方、ここでお化けたちがハラミーとかヒレーとか V で脅かしてくるのがね、ちょっと面白いんですけど、まあこのお化け屋敷何が一番怖いってさ、この肩を叩かれた時の西方の表情が一番怖いんだけど、僕あれこれラブコメだったっけね。何この顔芸って。あと BGM がね、すごい不安感を煽るような BGM で怖いですね。やっぱり高木さんとしては西方と一緒に回りたいってのがね、あるんでしょうね。だって西方の反応面白いもん。高木さんの願望通りキャッキャウフフができてね、よかったです。何よりです。まあでも一番楽しそうなのはね、受付の生徒だと感じました。お昼ご飯を食べる三人娘。ここ演劇が失敗しないか緊張で何も口にできないゆかりちゃんの気持ちがね、いやーよーくわかります。もう緊張で吐きそうになるんですよ、本当に。そんなゆかりちゃんへの二人羽織、熱々おでん、片岡鶴太郎を思い出すようなおでん芸ですよ。まあ、これはゆかりちゃんはね、特別な訓練をね、受けてますんで、良い子は真似しないようにしてくださいね。で、この一見賑やかしに見える場面なんですけど、実は木村への伏線だったってわけですね。さあ、そして一方、賑やかな中庭を眺める北条さん。このアンニュイな表情でため息をつぐ姿がね、また大人っぽいですね。まあでもその実すっごくね、乙女なのがギャップありますね。すごくいいです。まあ、頭きたってこのセリフがね、めちゃくちゃ可愛い。まあ、結城葵さんあってのなんか北条さんって感じがしますね。もう表現力が抜群。そんな北条さん、浜口のね、ドカ盛りカフェに乗り込みに行きます。しかしそこに待っていたのは、メイド姿の浜口くん。このお帰りなさいませご主人様っていう表情の浜口くんだよ、これ。何この表情。微妙な。いや、北条さんに来て欲しくなかった理由がね、わかりましたね。この理由がわかった後の北条さんのほころんだ笑顔がね、とってもいいですよね。素敵。さっきまでのモヤモヤが一気に晴れた、似合ってるって言葉がね、なんかとっても和みます。北条さんも喜怒哀楽が豊かな子なんだなっていうのがね、よくわかるシーンでした。いや、今後の関係すごく気になりますね。で、ここのバックのアナウンスで木村へのね、腹痛フラグがね、立ってたんですけど、これね、気づかなかったです。まあこの浜口のご主人様っていうのは、刺さる人には刺さるんでしょうね、きっと。いやー、まあとても良かったと思います。さあ、そして満を持して2年2組ロミオとジュリオットの始まりですよ。ここからが本編です。舞台は秋、栗拾いをする高木姫がね、可愛すぎます。演技もね、衣装もね、美しいです。もう一挙手一投足が美しいですね。もうこんな可愛い子が出てきたら、もうそれだけで舞台に引き込まれちゃいます。もう間違いなく主演女優賞ですよ。この頭上からさ、大量のイガグリが降ってくる時の高木さんのこの表情もね、超可愛くない？これ、イタタタタっていう高木さんの顔、超可愛いんだけど、なんかね、ちーちゃんっぽさある。めっちゃ可愛い。高木さんのね、こういう表情珍しいからね、そういう意味でもすごく可愛く感じますね。で、上から舞台を見守る田
田辺先生ですよ。見た目はね怖いけど、実はね面白いこととかも好きで、結構笑い上手なところもねあるみたいですね。西方の顔芸にもねすごい笑いそうになってましたからね。続いて白い魔法使い北条さんの登場ですよ。やっぱり中学生とは思えない安定感のある演技っていうのかな、演技力やっぱズバ抜けてますね。この妖精のような純白の衣装がまた似合う似合う、めちゃくちゃ似合う、もうめっちゃ美しい。いや白むくとか着てほしいですね。そして西方団子の出番ですよ、こちらは高木さんとの練習の成果もあってしっかりと舞台をね飾ってくれます。もうこのめちゃくちゃ緊張してる西方がねとっても可愛い。西方の作画がねいちいちいいんですよね。もうめっちゃいい、めっちゃ好き、めっちゃかっこいい、うん、そしてこの後ろで笑顔で翼を広げるキジのすみれさんがやっぱり可愛いですよね。もうどうあがいても可愛いや。出番を終えた後舞台から吐けるときにはーってねやり遂げた感じのすみれちゃんの安堵のため息もねいいですよね。可愛い。無事お役目を終えた西方、舞台袖からね見守ります。でここでカエル王子のままなら自分がーってね思う西方王子なんですが、もうねこの声がね明らかに残念そうで、まるで自分が王子様役やりたかったよかのような念を感じます。やっぱり西方も本心ではそう思っていたのかなってね、心の声がいい表現ですね。そしてその舞台上の高木さんと目が合った西方、そして高木さんのセリフが、ずっとおそばにいますですよ。ね、舞台で西方が王子役をやることが叶わなかった高木さん。本当ならね、西方王子に言うはずだったセリフを、舞台袖の西方をまっすぐ見据えて言う高木さん。なんかこの構図めちゃくちゃ尊くないですか？なんか高木さんの出し切れなかった思いを西方にぶつけてるような感じがして、なんかそこら辺も尊く感じます。一方ね高木さんの背景がこれ真っ白なのを、なんか西方目線というかさ、西方の目にはもう高木さんしか映っていないような表現に見えて、高木さんと西方の視線がなんか繋がってるような感じがしてね、そこもねなんかめっちゃいいなと思いました。もし仮に西方の勘違いだったとしても、余計西方の視線が高木さんに奪われてるっていうのがわかる証拠なんで、もうこれはね美味しいです。もうこの辺からずーっともう高木さん、まあ、高木姫の本当の思いが届くのかどうかってね、ずーっとねちょっとドキドキしながら見てました。もうアニメ見ててここまでドキドキするっていうのはなかなかなかったですね。北条さんと共に逃げる中、黒魔法使いの高尾が登場ですよ。いやーもうヴィランしてますね、生き生きしてますね。ここの呪文がもうシェイクスシェイクスでハムになれって、もうシェイクスピアでハムレットになれってことで、設定が豚の王子だったんですね。いやサナエちゃんいい脚本書きますね。ちょっとまた余談なんですけど、最初サナエちゃんが脚本を書くって聞いて、サナエちゃんそんなことできんの、イメージないけどって思ったんですけど、実は元高木さんではサナエちゃん大人になったらプロのライターになってるんですよね。なので物書きの仕事とかって結構子供の時から憧れてたのかなって。いや元高木さんのこういう設定もねなんかうまーく取り入れてるのめちゃくちゃうまいなと思いました。ちょっとどこまで考えて作ってあるかわかんないですけど、いやここバチッとハマってんのすげーなと思いました。でここでジュリオット様って手を差し出す高木姫がね、もうまあ姫ですね。ザ姫ですね。めっちゃプリンセスですね。美しいですね。この隣でヘタレ込む北条さんも可愛くないですか？いや、サナエちゃんの演出光ってますね。あとどうでもいいんですけど、ここのミナちゃんの、あとはロミオとジュリオットが死ぬだけってセリフがね、なんかね、妙に面白かった。超直球やなと思った。さあ、舞台もクライマックス、舞台袖に履けた木村、そんな木村に異変が。いや、もうここまでずーっと丁寧にね、振ってきました。食べ過ぎフラグ。この舞台のクライマックスでそれがね、発動してしまいます。なんてこったい、さあ、どうなる豚王子。そんな木村の目の前に、ちょうど西方が、いや、どうなる豚王子。さあ、クライマックスもクライマックス。高木姫がジュリオットをね、後追いしようとする悲劇的な展開がここでですよ。ここに来て一人舞台袖で必死に台本を読み込む豚王子の姿。いや木村やったらこれ今更台本を覚える必要ないんですよ。この時点でさ、まさかって思った方も多いのではないでしょうか。もう僕この時点でねめちゃくちゃ半泣きですよ。そしてこの超重要なシーンで高木姫は足元に落ちていた絵がぐりに足を捉えてね滑らせてしまうんですね。とその時ですよ、豚王子。高木さんの危機にね身を挺してね飛び込んで守ってくれます。その勢いによって外れる豚の目、その正体はもうもちろんそうですよ、西方王子。いやもうこんな無理じゃん。無理だよね。情緒崩壊するわ。
いや、もうヒーローは遅れてやってくる。うん。もう全高木さんファンが待ち望んでた展開でしょ。この必死な西方の表情がもうさ、かっこよすぎてちょっともうやばいね。想像もしなかった展開にあっけに取られる高木さんからのね、表情がね、もうね、良すぎてさ。どうしようかね。感想言えないね。いや、もうここからの展開はね、筋書きのない二人だけの物語ですよ。静まり返る観客、固唾を飲んで見守るクラスメート、そして西方の渾身のアドリブ。もうね、とっさのことでね、頭なんか真っ白だと思いますよ。もうそんな西方の嘘偽りのない愛の言葉。僕たちの愛の奇跡なのです。もうその言葉にね、呆然とする高木さん。もうこのセリフさ、もうなんか西方の一世一代の告白ともなんか取れるような渾身の言葉、渾身のセリフですよ。いや、愛の奇跡、その言葉を繰り返した瞬間の高木さんの顔とかさ、瞳の輝きとか、頬の赤みとかさ、もうそして何よりも嬉しそうなこの声、もう嬉しさをさ、爆発させたかのような表情で、姫として一応ね、演技を続ける高木さん。高木姫と西方王子の手はね、ここしっかりと繋がれてるわけですよ。もうまるであの夏祭りの夜のようにね、しっかりと。そして西方のアドリブに応えるかのような高木さんのアドリブですよ。二人が出会ったあの春の日から、これさっきの西方の台本拡大するとね、書いてるんですけど、ちゃんとね、しっかりと台本には秋の日って書かれてるんですよ。いや、にもかかわらずね、春の日って言葉がね、高木さんのアドリブで出てくるわけですよ。もうこの春の日が何を意図してるかなんて、もうみんなね、わかってると思うんですけど、1年前の春、入学式の日のね、あの高木さんが落としたハンカチを西方が拾ったあの日からこうなる運命だったんでしょうね、きっと。いや、そして西方王子の胸に飛び込む高木姫。いや、もうね、これはね、もう西方王子でも高木姫でもないですね。西方の胸に飛び込む高木さんですよね。いや、この高木さんの行動にはね、もう何一つの演技もない、もう純真な高木さんの思いしかないと思うんですよ。あの春の日、初めて西方をからかったあの日から、ずっとずっと積もり続けていた高木さんの思いが爆発した瞬間なんだなって思いました。思えば2年生夏の林間学校のフォークダンスとか、夏祭りの夜の花火とかもそうだけど、決定的な瞬間を西方と共に過ごすことはね、できなかったんですよ。いや、高木さんはもちろん、あの、やきもきした視聴者もね、多かったと思います。まあ結果はね、どうであれ、もうそれもこれも、あれもこれも、二人にとっては最高のね、思い出だったけど、まあ高木さんとしてもね、どこかね、まあ一抹のもどかしい気持ちがね、あったのかもしれない。なんていうのかな、なんか触れたくても触れられない距離というか、どうしても伝えることのできない素直な思いだったりとか、それがね、まあ、この劇の役っていう形だけど、嘘偽りのない思いを叶えることができた初めての機会だったと思うんですよね。まあ、それも高木さんっていう作品としても、劇中劇だからこそできたお話であって、今まで積み上げてきた二人の関係性とか、二人の数々の思い出だとか、それがあったからこそできた文化祭ってお話だったと思うんです。それはまさしくね、二人の奇跡と言ってもね、差し支えないと思うんです。高木さんの西方のセリフを聞いて、奇跡をね、思い描いた方もね、多いのではないでしょうか。二人の歩んできた奇跡が、愛の奇跡として、この舞台で体現されていたような気がします。それと同時に、あの、出会った頃のようにもね、思い出したんですけど、あの春の日、二人が出会った頃のように、純粋な二人の関係性が、元高木さんになっても続いてて、どれだけ季節が過ぎようとも、二人の思いはずっとずっと色褪せないんだなって思うとね。いや、すいませんね。今回はちょっとかなりお聞き苦しい点がね、あると思います。もう本当にこの二人の歩んできた奇跡と今回のこの愛の奇跡って言葉、そして高木さんが歌ってた奇跡、いろんなものが掛け合わさって、もう本当になんか考えれば考えるほど、ちょっと涙腺に来るなってぐらいの本当に神回でした。本当にもう見事すぎるお話でした。純粋になんか悲しいとか、そういうので泣いたりはしますけど、ね、ここまでなんか、こういう思いに駆られて涙するってのはね、からかい上手の高木さんがね、本当に初めての作品でした。本当に素晴らしいの一言でした。いや、ここの飛び込み方がさ、なんかすごく高木さんらしくてね、可愛いですね。あくまで高木さんが西方をギュッとするんじゃなくて、この姿勢は西方がね、ギュッとしないといけない形ですよね。もう高木さんとしては、もうあくまで西方から能動的にね、抱きしめてほしいっていう思いがあるから、こういう形で体を預けたんだと思います。いや、そしてこの観客やクラスメイトの拍手とか歓声が、なんかまるで二人のことを祝福してるかのような演出、もうなんかもうね、さながら結婚式かのような、この演出が、いやー、なんかとてもいいですね。あの、さないちゃんでさえもね、喜んでるし、何より北条さんのこの笑顔が超素敵ですよね。この二人を見守る目のなんと優しいことか。
もう衣装も相まって本当に天使の祝福のように思いますね。そしてこの田辺先生の涙ですよ。この涙は劇を見ての涙なのか、なんかそれとも高木さんと西方だったからなのか、ちょっとそれはね、わかんないけどさ。いやー、やっぱ田辺先生もまた感情豊かでね、信頼できる先生だなってね、思いました。いい涙です。そしてその隣でね、一緒に見守る月本先生。いや、月本の先生のこの笑みがいいですね。この鈍調がね、降りるまで硬直しきったまま、しっかりと高木さんを抱きしめる。硬直した西方がね、またいいですよね。もうまさにね、0センチメートルの距離感で、全身を西方に預ける高木さんのこの幸せそうな顔ですよ。もう、このプリンセスドレスを着たこの高木さんの姿はもうどう見ても完全に神父さんですね。ウェディングドレスですよ、これは。なんかまるで一つの夢が叶ったかのような表情はね、ちょっと来るものがまたあります。まあ、そんな高木さんを支える西方の表情はね、もう緊張しきってますけど、まあきっと本番もこんな感じなんだろうなってのが容易に想像つく顔ですごくね、いいです。うん。西方はね、やるときはやる男なんで、きっとね、本番のそういうときもね、しっかりと決めてくれることでしょう。いや、もう二人とも末永くお幸せに。さあ、無事に文化祭は大演壇です。打ち上げです。いや、まさか打ち上げやるとは思わなかった。このカラオケサウスってのは以前小豆島に実際にあったカラオケベガスをね、モチーフにしているところですね。今はもう閉業して多分別のカラオケ屋が入ってるのかな。閉まる前にね、どうしても聖地で高木さん歌いたいなと思ってね、行ってきました。ちょうどね、ダムチャンネルで大原優子さんがね、出てたんで、いや、すごいいい思い出ですね。テレビもね、ほんとブラウン管でした。なんか時代感じる。いや、すべての元凶、木村が温度を取りますが、いや、閉まりませんね。そりゃそっか。まあでもね、木村のおかげで、西方王子がね、誕生したんでね、もうそこはもう感謝しないといけませんね。もう2期最終回といい、もうさすがやってくれるぜ、木村さん。ここのクラスメイト全員私服なのいいですよね。この高木さんのニットのタートルネックセーターとかね、もうすっごくやっぱいいんですけど、他のクラスメイトもいいですね。マノちゃんとか完全にこれ、中井くんを意識した服装な気がします。うん、かわいい。そして高木さんの横に座るすみれさんの服、これもう中学生とは思えないようなファッションセンスですね。めちゃくちゃおしゃれさんですね。高校生ぐらいの感じがする。なんか読者モデルとかやってそうですよね、すみれちゃんって。で、北条さんね、この秋らしいシックな色合いがね、大人っぽくてすごくいいですね。いい演出だと思います。みなちゃんみなちゃんでね、なんかすごくみなちゃんらしいというかさ、元気っぽい感じがしてとても可愛いです。さあ、そしてラストですよ、高木さんのネタ話。このカラオケの隣の席で話をする高木さんと西方。高木さんの言った春の日っていう言葉の意味ね、未だ意図がちょっと分かってない西方に、春の日に出会ったんだよってね、断言する高木さん、ね、その意図を西方が理解した瞬間に、多分この二人の中の時計の針はね、加速度的に進んでいくんじゃないかなって思いました。まっすぐな瞳でね、それを伝える高木さん、素直な言葉ではないにしろ、なんかこれはもうある種の告白と言ってもなんか差し支えないんじゃないかっていう言葉ですね。西方はこの先高木さんに何を思うのか、間違いなく二人の関係のターニングポイントになる、すごい重要なお話だったと思います。まあそんな折、後ろで気まぐれロマンティックを歌う三人娘が可愛いですね。もうカラオケで三人がこれ歌ってくれたら間違いなく盛り上がりますね。もうテンションマックスですよ。で、出番呼ばれた高木さんが、みなちゃんにうんって答える高木さんの声色がいいですね。西方に見せる表情と、クラスメイトに見せる表情っていうのがなんか違う、やっぱ違うっていうのがね、分かっていいですね。で、ここでね、後ろの方で、姫が歌うぞってね、なんか煽るクラスメイト、いやー、お前のこと好きよ。いいね、姫が歌うぞってこのノリ、いや、いい、好きですよ、そういうの。大好物です。そしてね、顔を赤くしたまま一人ポカーンとする西方。いやー、ここも、かわいい、かわいい、うん、イケメン、かっこいいって言えばいいのかな。いやー、このやっぱ西方の表情、いいですね。ほんと西方っていいなと思うんですよね。まあ表情もそうだし、内面も外見もね、もうなんかすごくね、可愛い、かっこいい、うん、ちょっとね、なんかその中間をなんか行ったり来たりする感じなんですよ。個人的にやっぱ西方っていいなって思います。いや、今回の高木さんのこの言動を受けて、西方がどう変わっていくのか、もう7話から先もね、後半戦めちゃくちゃ楽しみですね。てかもう半分終わってしまったんだって、本当にこの1ヶ月ちょい一瞬でしたね。さあ、というわけでこのままエンディングです。今回のエンディング曲、1974年、へーに発売されたフィンガー5の学園天国でした。聞いたことはもちろんあるんですけど、当然リアル世代ではないんで、いや、これはちょっとやっぱ予想できなかったですね。でもさ、今回の学園祭っていう話とか、歌詞の内容からしても、やっぱドンピシャの選曲ですね。これ以上ないってぐらい、すごいマッチした選曲でした。
いや、毎回思いますけど、選曲センスめちゃくちゃすごいですね、今回。まあ、そして何より今回一番驚いたのは、やっぱり高木さん以外のクラスメートがついに歌ったってところですね。高木さん以外が歌うの初めてですよ。クレジットも高木さん with 2年2組ってなってますね。メンバーは高木さんを筆頭に西方、木村、高尾、美奈、ゆかり、さないってね、2年2組オールスターです。いや、まさかこんな形でクラスメートが歌うとは思っても見なかったんで、とても賑やかな仕上がりになってて楽しいですね。これはぜひカラオケでなんかみんなで盛り上がりたいですね。個人的には西方と高木さんが2人で歌ってる曲もね、すごい楽しみにしてるんで、なんかいつか叶わないかなーってね、ずっと期待しています。そして歌い始める高木さんとね、光に包まれた背景、なんかね、まるで西方から見た高木さんみたいな、そういう演出っていうのかな、なんかこれがね、すごくね、いいですね。もう輝いてる。もしこれ高木さんが西方に向けて西方の方を見て歌ってると思ったらさ、もうそれももう再&こうですね最高すぎる。で、 SD 高木さんたちが可愛いですよね。ミニ高木さんたち、や、一家に一人欲しいですね。で、まあいろいろ調べてみたんですけど、この黒板に書かれたヤングの祭典っていうのは、フィンガー5が実際に歌った舞台の背景にあったものみたいですね。そしてアイドル衣装を着て、一人で舞台で歌う高木さん。ここはね、なんか昭和の伝説のアイドル、山口百恵がラストコンサートで着ていた衣装を模したものなのかな？検索してみたら、衣装も舞台も全く同じような感じだったんですよね。やっぱスタッフさんとしても世代的にもうまさに青春真っ盛りな人もね、いたでしょうから、青春時代とこの曲の親和性めちゃくちゃ高いでしょうね、きっと。まあ、やっぱりアイドル高木さんがめちゃくちゃに可愛いですね。もうてかもう高木さんでも実質アイドルじゃないですか。みんなのアイドル。もう憧れの的、運命のもう女神様ですよ、そりゃ。もうそりゃもう高木さんの隣の席なんてもうみんな狙うよね。もう西方うかうかしてらんないよ。まあ、とはいえね、もうそれはね、北条さんも同じようで。もう浜口こそ多分一番うかうかしてらんないんじゃないかな。やっぱ美人だもんな、北条さん。ね、一方、まのちゃんね、なんかその逆で、私の中井くんに手を出すな、みたいな感じで守ってる感じがね、とってもね、まのちゃんらしいです。可愛いですね。いやー、そして最後。そしてなんかね、写真を見ながら、うんうんとね、考え事をするみなちゃん。ひらめいたかのように、高木さんの机に写真を置きます。いや、その写真に写るのは、劇が終わった後の笑顔の高木さんと顔を赤くする西方。いや、あんなことがあったからこそ撮れた写真。いや、本当にね、偶然の産物ですけど、いやー、なんかこれの思い出をずっとなんか持って二人は生きていくんだろうなと思うと、いや、すごくいいですね。いや、もうナイスミナちゃんですよ。いや、例えばさ、この写真を高木さんがずっと大切に持ってて、元高木さんになった時に、もうアルバムの中にこの写真があったら、もうね、こちらとしては涙腺崩壊しますね。ちょっとね、もう想像しただけで涙出てきたわ。というわけで、6話の感想でした。ちょっとマジでちょっと伝説レベルのね、神回すぎてさ、ちょっとお聞き苦しい点が多々ありましたら申し訳ございませんでした。いや、でもマジでちょっと神回中の神回でした。ちょっとこの後2人がどうなっていくのがもう気になって仕方がないですね。こんな神回の後、高木さんと西方の物語が一体どうなっていくのか。で、そしてあの PV のフェリーの話とか、どう繋がっていくのか、ちょっと二人の今後の冬がどうなるのかね、楽しみで仕方がありませんね。いや、でも怖いわ、本当に。いや、物語もさ、もう後半戦だからさ、終わってほしくない、本当に。いや、今回の高木さんの言動を受けて、西方の思いがどう変わっていくのかってのがね、すごく見どころになってくると思います。というわけで、来週も高木さんの感想動画を上げていこうと思いますので、気に入っていただけたかな？ちょっとわかんないけど。まあ、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。本当に長時間のご視聴ありがとうございました。スージーでした。じゃあね。